当院の受診の流れです。まずアルコールで手指消毒します。次にスリッパに履き替えます。受付に向かい問診票の記入を行います。番号札を受け取り座って記入します。書き終わったら受付に渡します。番号札を持って座って待ちます。ここからお手洗いのご案内です。女性専用のトイレもございます。場所は2階です。戻ったら待合室でお待ちください。呼ばれたら番号札を持って移動します。部屋に入ってカゴの中に番号札と荷物を置きます。マスクを外しゴミ箱に捨てます。施術が終わったら新しい持参したマスクをつけます。荷物と番号札を持って受付に向かいます。番号札を受付に渡します。会計まで座ってお待ちください。